ライズがロキファミリアに入団を果たした9年前、聖者の決戦を迎える以前の暗黒期。やれ、オラリオに真の絶望をもたらすのだ。チッ、オリバスの野郎、派手に追っ始めやがって。てめえら、こっちも負けてらんねえぞ。よその連中に遅れを取るんじゃねえ。そら、さっさと来い、ギルドの犬ども。早く来やがれ、フィン。今日も面白い宴を始めんぞ。団員は正門前に集まれ。僕、リベリア、ガレスを中心に3部隊に分ける。私も行く。ダメだ、ここにいろ。お前にはまだ早い。何、さっさと終わらせて帰ってくるわい。安心しておれ。行くぞ、お主ら。さて、フィンたちは行ってもうたけど、アイズさん何する？たまには子供らしく、うちとお医者さんごっこでもするか？庭で素振りする。あと、変な呼び方をしないで。私だってもう戦えるのに。アイズタン、もうその辺にしとき。事件の方切りついたらしいで。あと始末はあるらしいけど、夕方には帰ってくるらしいわ。よかったな、リベリアたちが無事で。別に心配なんてしてない。お、なんやなんや、やっぱり連れてってもらえへんでふてくされとるんか？そんなことない。ほんま可愛いな、アイズは。そうやな、たまには気分転換しようか。リベリアたちの代わりにうちとお出かけや。え？どうして私を連れて行くの？ん？アイズタン放っておくとずっと戦いまくるからな。誰かが気抜いてやらんと一生休まなそうやなって。リベリアたちに言われて、休み取ってる。そういう言い方する子がいっちゃん信用ならんからな。一応目的地は東のメインストリートやけど、適当に歩くか。アイズタンは今のオラリオ、あんま把握しとらんか。まあ行動範囲はフォームとバベルの往復くらいやし、無理ないわ。私たちの敵はモンスターじゃないの？私たちが倒さないといけないのは怪物なのに、なんで人同士で争っているの？うちらのせいも大いにあるんやろうけど、これも子供らの本質かもな。創造と破壊、秩序と混沌、暴力っていう一面も子供らの否定できひん本能っちゅうことや。まあそれでもみんな明るい明日ってやつを望んでいろいろ頑張ってるんやけどな。例えばほれあれや、都市を潤す元気の塊、ジャガマル君。うん、そんな歌い文句やったはず。
ジャガマルくん？アイズタン知らんかってる。ちょっと食べてくよ。おばちゃん、ジャガマルくん2個ちょうだいな。はいよ、熱々だから気をつけて食べるんだよ。サンキューな。ほれ、アイズタンの分や。アイズタン、そんなジャガマルくんが気に入った？それでもう3個目やで。ちゃんと夕飯の分残しとくんやで。おお、ここやここや、目的地。まだできたばっかなんやけどな、荒れまくっとるオラリオの中でこの店は唯一ゆっくり楽しくうまい酒が飲める場所や。おかみ来てやったでー。